はその罪により永劫の生果てることのない罰を課された。戦界に幽閉され、業苦を与えられ、ゆるゆると悠久を生かされる。周りの者から永遠に忌み嫌われながら、それを見ていた妖魔ダッキはオロチを手引きし、戦界から脱走させた。オロチは時代も国も超越した異世界を作り、そこに人界の猛者を集結させた。オロチの目的はただ一つ。そのただ一つの目的のため、全てを試練の戦いへと飲み込んでいった。さあて、遊び相手は盛りだくさんねえ、オロチ様って、あなた誰？こんな愉快な世界を作り出したのはお前たちか？わしはポー・チュエイじゃ。わしと組めば野望も欲望も思いのままじゃぞ。どうじゃ、共に棒の限りを尽くさぬか？唐突。でも人同士が戦うって面白いかも。じゃあ存分に暴れちゃって。さて、気を取り直してっと。オロチ様、誰から始末しちゃいます？誰でもよい、知り役とも残さず蹂躙せよ。素敵なご命令。それじゃあ、あそこに見える城から襲っちゃいましょう。
一つ私の敵圧倒的な力で全てをねじ伏せよ。その力に進む者のみ我に挑むしかないのだ。仕業か。Yeah!
と交渉に違うしかねえか。出るぜ。私の出番か。天界に目を踊るやつだ。強いね。ポップと俺を封じるくらいだ。熱傷打ち取った。アラエリ、とんでもないことが始まったんだわ。役目を果たせぬとは無念。取られちゃ長くは戦えんわ。撃ち取った。行くぞ。
戦場へ強者に会うために。刑事さんだっけ？どう？降伏する？それとも死ぬ？あんたには用がない。オロチを出してくれるか。オロチ様、態度悪い負け犬ね。しつけなくちゃ。なら、よい。貴様が刑事。なるほど。暗くて深い瞳だ。何のために戦してるんだ。やっぱり答えはないが、その暗い瞳の奥底、何があるんだい。制服、欲望、どれも違うね。あんたの心の底はよそからじゃ見えない。その奥底ってやつが知りたくてね。俺も一緒に行かせてくれないかい。物好きな男、好きにするがよい。俺の存在がこの友達しばしとも吹き去る。貴様も混乱最下の豪を追うか。よかろう、思うまま人をほぐれ。